今年の天皇賞春はね、例年よりもメンバーがまあ揃ったかなと、まあそれでもちょっと物足りない気がするけど、まあ去年とか一昨年よりかは、まあ、メンバー揃ってね、穴馬候補もちらほらいて、なかなか予想してて面白いんじゃないかなと思うんですけど、今回の天皇賞春なんですけど、見えちゃったんですよね。今回の天皇賞春、勝つのは、フィエールマンなんですよ。簡単に説明するとね、まあ、前頭診断の時にも言ったけど、今年の天皇賞春はやっぱフィエールマンの力が抜けてるなと思ってて、まあそこを疑うのはちょっとね、まあ賢くないのかなと。まあフィエールマンにどんな穴馬がね、ついてくるのかなと。まあそういった予想をね、していこうと思っているんですけど、やっぱり去年勝ってるし、あと休み明けてもね、全然走るし、まあね、調教もすごい元気だったんで、まあフィエールマンから逆らう手はないと。まあ3着は外さないと。他の馬より抜けてると。まあ軸としてね、一番安心できますね。まあこういう馬を軸にするべきですね。まず間違いないと思います。はい。で、まあね、他の馬をどうするのかが、まあ大事なんですけど、はい。対抗が、ユーキャンスマイル。で、タナガナにダンビライト。で、名称天元モズベッロ当選カンビーナと、まあ、ここまでに印を打ちました。はい。あのね、まあ、勇気はスマイルは、まあ、今がね、まあ、ピークだし、すごい競馬も上手くなってると、で、強い相手とやり合ってね、まあ、ここだとね、まあ、他よりかは若干落ちると、G1 ではちょっと足りない気もするんですけども、まあ、ここなら県内で来れるんじゃないかなと思います。はい。で、ダンビライトがね、まあ僕は穴馬で一番推してるんですけども、やっぱ去勢だけ初戦でね、松坂ジョッキーもすごい合うし、もともとの能力はあるので、まあこの去勢によってね、まあその能力がいい具合に発揮できたら、ここ飛んでくるんじゃないかなというふうに思いますよ。まあ距離がちょっと未知数なんですけど、まあ京都は得意だしね、ダンビライトいいと思います。穴として推してます。はい。で、名称天元は、まあ、ね、菊花賞の時と、まあ、スタイルも今変わってるんで、まあ、楽しみです。はい。で、雨予報もね、ちょっと面白くて、この馬にとってはいい風に働くんじゃないかなと。で、モズベッロはね、まあ、距離が不安なのはあるんですけど、まあ、一番枠取ったし、まあ、一番いい感じなんじゃないかな。一番枠はね、すごい成績もいいんでね、天皇賞春。まあ力もすごいつけているのでね、まあ、勢いもある。まあ京都もね、得意です。で、当選カンビーナはね、まあ、素晴らしい吸い足があるんで、まあ、飛んできたらいいなというふうに思いました。はい。まあこんな感じで天皇賞春の予想です。はい。というわけで、ボンレス高島大先生の予想をお聞きください。どうぞ。はい。こんにちは。ボンレス高島です。天皇賞はですね、もうこの2頭で僕は行こうと思います。まあメンツがねその低調だって言われてますけど、言うても格式高いレースですから、やっぱり実績持ってる馬っていうのを信用しようかなというところで、まあフィエールマン14番ですけど、まあ、それでちょっとでもねその高くつくようだったら全然それはもう問題ないかなと思いますし、まあ奇跡もなんかその G3 レベルの馬を過信するよりかは奇跡がねそのスタート5部で決めることにかけた方がいいかなと僕は思いましたんで、まあ、この2頭ではい行こうと思います。以上です。はい、ありがとうございました。続きまして武田くんのコーナーです。はい、どうも武田です。はい、ということでね、天皇賞ハールでございます。そうね、はい、まあ天皇賞ハールね、簡単ですね。これ簡単です。これはね皆さん、あ、おめでとうございます。皆さんこれ当選です。当選です。的中でございます。はい、皆さんは、100時間後に的中する競馬民ということで、この動画を見てる皆さんね、5頭今からあげるんで、まあよく見ておいてください。はい、こちらになりますね。はい、奇跡、フィエールマン、当選カンビーナ、モズベルロ、ユーキャンスマイル、この5頭で勝負したいと思います。本命はですね、私はモズベルロでいきたいと思います。あのね、
奇跡ね、前走ね、出遅れでね、これがね、まあどうなるかっていうところなんですがね、結局は。結局のところ、奇跡には僕はね、復活してほしいんで、入れました。そしてモズベルよ、これはね、意外と伏兵かもしれないですけどね、ユーキャンスマイルとね、フィエルマにこの人気がね、多分ね、2番、あとミッキースワローですか、ミッキースワロー、この人気がね、あのね、3部分け 3つに多分分かれると思うんで、モズベルのここはね、美味しいと思います。はい。頭から言っても全然大丈夫だと思います。そして、当選カンビーナ。当選カンビーナですね、これは。まあ、当選カンビーナをね、皆さん忘れてますよ。いや、この子ね、あの、右最強ですからね。青芭蕉でこそね、ダメでしたけれども、はい、右が最強ということで、この5度で、勝負していきたいと思います。はい、天皇賞春、まあね、ダービーまでね、結局無観客試合になっちゃいましたけど、まあ早くね、競馬がしたいということで、まずは当てましょうということで、よろしくお願いいたします。はい、というわけで、買い目ですね。はい、単勝フィエールマンで、3連複でフィエールマンから、7411113、ユーキャンスマイル、ダンビライト、名勝天元、モズベルロ、当選カンビーナと、3連複1等、相手5等の1等軸、相手5等の10点と、まあ、こんな感じでいこうかなと、はい、思います。うん。まあ、フィエルマンの単勝はね、まあ、オッズがどんぐらいなのか分かんないと思うけど、まあ、2倍から3倍ぐらいついてほしいなっていうふうに思いますね。うん。だったら、すごい、そのオッズでフィエルマンの単勝を買えるならお得なんじゃないかなと。うん。で、あとは3連複ですね。まあ、うん、当たるでしょう、ね、一番手堅いんじゃないの、うん、まあ、奇跡は切りましたけど、うん、やっぱいくらね、武豊さんがね、乗るとはいえね、最近の奇跡を見たら危なっかしくて買えないですね。あれはちょっと、うん、そんなに甘くないんじゃないかなっていうふうに思います。はい、こんな感じでいこうと思います。うん、というわけで皆さんもよかったらね、なんか見解とかね、まあ、書いてくれたらいいんじゃないかなと思います。はい、なんか無観客開催がね、5月いっぱいまで続くみたいなんですけども、まあでも今のうちから5月いっぱいまで無観客って決めたってことはね、絶対に開催するぞという意思の表れだと思うのでね、まあ週末の娯楽がね、なんとか維持できるように頑張ってほしいなと思います。はい、というわけで、まあ明日もね、競馬予想の動画を上げるので、ぜひ見てください。ありがとうございました。